オン異常犯罪捜査官東堂日向子、あなたはまだ誰の命も奪ってはいない。林遣都演じる中島保が春扮する東堂日向子に投げかけた言葉なんだけどね、これってあなたはまだの裏返しで、自分はもう人の命を奪ってしまったっていうことなのか。うん、つまりあの5年前の女子中学生殺人事件の真犯人、そして偶然にキャンディーが散乱したのを見てスイッチオン、またしても同じ犯行を繰り返してしまった。ちなみにね、林遣都自身は今回の役どころに関して公式サイトのインタビューで、中島には過去に負った大きな心の傷があるので、それをどこまで見せるのか、どこまで感情を出すのかということを監督やプロデューサーと相談しながら演じています。こういったいろいろな伏線の張られた作品に出演することはあまりなかったので、中島の周囲からの見え方と本当の感情のバランスを常に意識しています。それから春さんと1対1のシーンが多いのですが、日向子が完成されているのでとっても緊張感があります。毎シーンが心理戦で極限を目指している感じがこちらにも伝わってきて、こちらも自然と気持ちが高まっています。感情がなく色のない日向子の目に人間味という色を与えてしまうような役なので、毎回目と目で勝負をしている感じ、お芝居を交わしているとヒリヒリして本当に楽しいです。とにかくキャスト一人一人が本当に細かく突き詰めて演じているので、台本には描かれていないようなところまでにじみ出ていると思います。ちょっとした仕草や目の動き、感情の揺らぎなど細かく見ていただけたらより楽しめると思います。なるほどね。うん。で、ところでね、いつもとは違ってかっこいい役どころなのが、東堂日向子の先輩刑事庄司康久を演じる関ジャニ∞の横山優。うん。実はね、先日大阪のカンテレ本社で行われたトークイベントに出席して、ドラマの見どころや撮影裏話を語ったとのことなんだけど、公式サイトのトピックスによると、ドラマの名場面が会場のモニターで流され、殺人犯への興味から危険を顧みずに一人で犯人の元へ向かった日向子に対して、庄司が胸ぐらをつかみ問い詰めるシーンが登場すると、この時勢い余って春ちゃんのボタンがちぎれちゃったんですよねと白熱の撮影現場を振り返りました。横山さんが自ら演じる庄司のキャラクターを、熱いものを持っていてスイッチが入るとめちゃくちゃしおる男と分析、日向子の異常性に最初に気づくのは庄司、それを視聴者の方にも分かってもらえるように日向子を見る目線には特に気をつけていますと役作りについて話しました。また共演者の撮影裏話も披露。春さんとは撮影の合間によくおしゃべりをしているそうで、劇中では先輩ですけど裏ではよう突っ込まれたり怒られたりしていますと横山さん、春ちゃんに何をしている時にテンションが上がると聞いたら、映画を見ている時と一番好きな作品というジュラシックパークについて熱弁を振るわれました。恐竜愛をものすごく熱く語り出して、まあ僕はほとんど聞いてなかったんですけどと微笑ましいエピソードを明かし笑いを誘っていました。最後に今後の見どころを語った横山さんは、次回の5話はぜひ見てほしいと話し、第1話で登場して5年ぶりに発生したキャンディー殺人事件の謎がかなり明らかになってきます。庄司が初めてピストルを持つシーンは重要な鍵になるし、情報屋の藤川さんとの関係も意外なことになったりと見どころ満載ですとアピール。このドラマで関西が盛り上がっていると聞いて嬉しい、皆さんのお力を借りて僕ももっと頑張っていきたいですと作品への意気込みを新たにしていました。なるほどね。
ふん、ということで、とにもかくにも、オン、異常犯罪捜査官、東堂日奈子、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい。